モノタロウ侍500円安いね。これね、 T シャツって結構するじゃないですか。なんでモノタロウ T シャツってこんな安いんですか。クレーム入りますよね。だってね、あ、でもね、 T シャツって大体いくらぐらいするんですか。まあ、1000円とか1500円とか2000円とかありますけど、まあ、観光地行くとね3000円4000円っていうのもありますけど、この間なんとか ADV さんの、なんかこうなんとか設計図 T シャツとか、なんかなんとかスマイルとかスマイル T シャツとかあるじゃないですか。なんかこうやってこうこだけでこうやってこうなんかこんな風にしてるね、写真とかね。前は確か3800円だか3980円ぐらいだったの、今4900円、5000円ぐらいするの。高くなりましたね。いやいや別にいいんですけど、それでどうのこうのっていうつもりでどうの私はないわけでございますが、いや高くなったなと思ったわけですよ。で、大体 T シャツとかほらあの物販みたいにねやられてる方もいらっしゃいますよね。やっぱりあそこですよ、木場さんですよ。木場さん の, あの T シャツとかなんか早いっぽいとかなんかね、あれじゃそういうというなんかそういう書いてある T シャツとか、あれいくらぐらいするのかなと思ったんですよ。そしたら2000円しかしない。お安いじゃねえか。やりますね。やっぱりあれですかね、あんまり高いとやれ商売ついてるとか、やれなんだ高えとか言われるからですかね。2000円だったら文句言われないですよね。安いもんね。かといってもなんとか ADV さん の, あの5000円は高いとか言わないですよね。だってね、言いづらいじゃないですか。あれが木場さんだったらどうのこうのって言いやすいけど、ね、あの方にやれどうのこうのとか言いづらいですもん。なんかそういうのはなんか NG みたいな感じがするじゃないですか、ね。まあ、そんな余計な話はこれ別の触りです。余計な、今回はですね、トロちゃんですね、トロちゃんを見ていきましょう。トロちゃんね、見ていくと、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、灯火類というかヘッドライトとテールライトはついてるんですけど、いわゆるウインカー、ミラー、それでもついてないんですよ。まあ、確かにいらないけどね、牧場の中で使うのにウインカー出す人いないから、自分の私有地でと思うんですよ。いますかね、わかんないですけど、まあまあそんな感じについてないんで、取り付けるわけです。はい、で取り付ける場所は一応ありますから、そこにねつけるね、でウインカーリレーも入ってないからウインカーリレー入れる。確かこの中だと思いますね。シート外してね、ウインカーリレー入れます。はい、まあ、そんな感じでやるんですけど、あとねこのタイヤね、タイヤ交換、こんなね、これはあれですか、 Not for highway use っていうのは一般道ダメってことなんですか。まずいですね。まあ基本的にね、はい、でまあこう前後ねありますから、それをタイヤ変えます。前後のタイヤはこちらでございます。今回は DL、ダンロップさんのブロロってやつですか、D60 これ4になるんですかね、ちょっとオンロードっぽいのがいいってことね でしたから、こちらを用意させていただきました。はい、そして、ミラーですね、純正ミラー、デーフ純正ミラーね、デーフの純正ミラー2つ、右と左、多分兼用だと思うんだけど品番違うから違うかな、ね。あとこの車両はギア比がやたら低いね、ギア比がやたら低い、だからスプロケットも変えるっていう話ですから、はい、これ DF 用、前と後ろあれ、ね、前がちっちゃいから見えないけど入ってます。はいね、さらに先ほどね申し上げました方向指示器っていうのがあります。方向指示器、それがこれでございます。はい、これね、方向指示器これね、これ4個一応ね、前用後ろ用があるんですけど、ちょっとね、前用が片側欠品で、バックオーダー見たら来るのがなんかすごい先なんですよ。だからとてもじゃないけど、さすがにそれはねちょっとあれだから、これ前用短いのね、で後ろ用は長いんですよ。値段一緒なんだけどね、はい、だから前用の前がこっちこういう向きだから、後ろ用の同じ向きのを買いました。だから前で使えるやつ、右側でね、はい、まあ、配線がちょっと長いだけなんで、うん、そう要は一緒なんですよ、配線の長さが違うんだけど、で値段は一緒、値段が高かったらまずいけどね値段だったら、ねちょっと2000、3000円高いとなるとちょっとうちも考えちゃうんですけど、そういうんじゃないんですね。はい、そしてですね、まあ、ちょっとウインカー、これね純正のウインカーリレー、これが一番いいです。なぜかというとちゃんと決まって入るから、パチッとその場所に、うん、車外のだとちょっとねいろいろあります。
まあ、LED にしたい場合はその後からね LED にしていただければいいのかな、うん、と思うんですよ、はい、そしてウインカーだけではつかないんです。ウインカーをつけるためのこのステーが必要です。ジェベル系のね、ジェベル系のステーね、部品点数多いんですよ。これもそうでしょ、右と左があるしね、うん、でさらにこの止める裏側からこう固定するためのものがねやっぱ4つあるでしょ。であとネジね、まあ、ネジも純正がいいですよ。下手に社外の、まあ、別にネジなんかみんな一緒だよって言ってつけようとすると大抵、うん、微妙に違う、なんかちょっと似合わないかなとかね、マッチングがとかね、いろいろことがある、うん、そんなことがあるね。そしてあとね、ナンバーステー、ナンバーなんかつけないでしょって、私有地だからね、ナンバーステーです。これ日本だとダメなの知ってました？日本だと私有地だから別にいいでしょ、ナンバーつける必要あるんですかってありますよね。でも牧場とか農場みたいなところで、まあ、例えばね農家の方畑とかにあの四輪のバギーみたいなの置いてあったりとか、まあ、バイクでもいいんですけどナンバーなしで置いておくでしょ。そうするとどうなるかっていうと登録してくださいって言われるんですよ。ですよねですよね、登録してくださいって言われますよね。そう、あの登録してくださいっていうのはあのどういうことかというと、要はトラクターとかね、あれって公道を走らなくても登録しなきゃいけないらしいです。持ってるだけで、要は小型特殊っていうね、小型特殊だから登録しなきゃいけない。要はね、その持ってるっていうことで税金を払ってくださいっていうことらしいんですよ。基本的に公道を走る走らないとかじゃなくて持ってるか持ってないからしいんですよ、小型特殊って。そういうふうに聞きました。市町村によって考え方違うんですか。だから畑とかに置いてあってナンバーついてないと登録してくださいって言われるらしいです。それで無視してると多分下手すりゃね、そういうことですよ公的機関はね、いわゆる税金を払わないってことだから、脱サラ脱サラだったらいいけどね、脱サラだったらいいけど脱税だなんて言われたらやばいじゃないですかね。どう思います？ということでね、あの何を言わんとしてるのかというと、じゃあ小型特殊じゃなかったらどうするの。例えば 200cc のオートバイね、例えば置いてあって登録してください。いや公道で乗らないから。ね、でまだオートバイならまだいい。オートバイならまだいい。四輪バギー。あのキムコにもあるんですよ。ね。で50じゃないやついっぱいあるでしょ。大きいやつも。ね。あれ登録してくださいって言うと。小型特殊ですかって。そうですね。小型特殊で登録してください。いいんですか。いや、いいも何も登録してください登録して乗っちゃってね、だっていや役所の人が登録しようって言ったから登録したんです、文句ないよねダメでしょ、15キロ以上出ちゃいけない最高速ね。でもバギー出ちゃうからだから保安部品ついてないでしょ。バギーつけちゃうとほら、それでコードつけて登録してコード乗られちゃうと困るわけですよ、うん、でもちろんキムコ以外でもホンダ、ヤマハ、ね、川崎、鈴木さんもありますか、ね、いろんなメーカーでありますよね、うん、だから、大変なんですよ、ね、どうします小型特殊でね登録してね、いいんだったらミニカー登録っていうのもありますけどね、そうああいうなんかバギーみたいなとこうなんとか作業車みたいだからね、いいじゃないですかね。ちょっと聞きますか、何あれくそ、あの金のあれみたいに伸びないな、武蔵は伸びないわん、ね、ということで、小型特集で登録してくださいって言われちゃうからね、うん、なるべく気をつけて、見えるところ落ちちゃいけないじゃないのはね。でもほら作業車ですごい広かったらそれでちょっとぐるぐるね見回りするとかあるじゃないですかね。そういうことで何の話からこんなことですか。あ、ナンバーステをつけなきゃいけないから、ナンバーステついてないんですよ。そう、ナンバステついてないからナンバステつけなきゃいけないってね話なんですよ。でもナンバステだけじゃない、あれもついてないんだよリフレクターもついてないのこの車両、まずいよね。リフレクターつけないとまずいっすよね、やっぱりね。どうなんだろう、ああうわ危ないっていうね、はい、ということでですね、毛がすごいな、店長のセッションではこんな感じでやらせていただきます、トロジャン組み立てね、はい、やらせていただきますので、もうしばらくお待ちいただくと思います。ただ住民票まだ来てない、住民票来てないから登録できない、 どうなんですかね。
どう思いますか。なんかちょっと嫌ですよね、なんとなくね、不安不安でタイヤ交換ね。あと見ました、さっきキャリパー見ました、これ、ね、キャリパー見たんですよ、ね、この間触ったディオゼックスと同じキャリパーがついてるんだけどねえ、すごいですよね。ディオゼックスがすごいキャリパーがついてるのか、トロジャンがちょっと原付と同じキャリパーついてるのか分かんないけどね。まあ基本的にほら一般道でガツンと効かせるブレーキじゃないからね、オフロード走るためのブレーキだから ああいうんでいいんですけど、まさか一緒とは知らなかったな。ちゃんと触ったことなかった。この間ゼックスでやった時初めて、ああこんなあんな変わったキャリパーついてんだなと思ったけど、まさかトロジャンも同じと